はい、どうも皆さんこんにちは。今回は D23 のイベントで明らかになったロキのシーズン2とアントマンのザ・ワスプ・クォンタマニアの予告編について見ていきたいと思います。まだこちらの予告編についてはオンライン上にはアップされておらず、まだ公式には一般向けには発表されていません。そのため予告編の映像はありませんが、予告編の中に登場したセリフは今回分かったため、こちらについて見ていきたいと思います。こちらのセリフの一部に関してはニュースサイトのザ・ダイレクトなどにも載っていますし、信憑性に関しては高い方だと思います。まずアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアですが、社長のケビン・ファイギによると、このイベントでアベンジャーズ・カング・ダイナスティに直接的につながっていくと発表しています。同じ敵が登場するということを考えればこれは当然ですが、この映画の後にロキのシーズン2が公開されるため、アントマン&ザ・ワスプとロキのシーズン2はアベンジャーズの話へ直結するということになっていきます。ではまずロキのシーズン2の予告編から見ていきたいと思います。前作シーズン1の一番最後といえば、ロキが再び TVA の本部に戻ってきますが、その TVA は何か様子がおかしく、3人のタイムキーパーの像があった場所にはカングザコンカラーこと征服者カーンの像が1体だけ置いてあります。同じオーエン・ウィルソンを演じるモービアスもいますが、彼はロキのことをよく知らないようで誰なんだと言っています。シーズン2の予告編ではどうやらロキは最初何かのマニュアルを読んでいるようです。このマニュアルを読んでいて近くにいた人に挨拶をしようとすると、突然体に異変が起き始めます。この体の異変というのはちょうどスパイダーバースで登場したようなもので、別の世界にいることによって体がおかしくなっています。その後もロキの体の異変は続き、最終的にロキはどこかへ吸い込まれてしまうようです。当然これはロキがやったものではなくて誰かに仕組まれたということが考えられます。その後ロキのナレーションで、とてもひどく恐ろしいものを見たと言います。またロキは壁に彫られたカングザコンからの顔を見て戦争が始まったと言います。その後新しいキャラクターであるキーホイクワン演じる TBA の職員が登場します。このキャラクターはどうやら TBA の記録を行っているもので、おそらく別世界に来てしまったロキに TBA の歴史を教えるのだと思います。そして予告編の一番最後では TBA の本部の中でロキとモービアスが座って話している場面になります。そこでロキはモービアスに向かって、自分を悪い人間に思わないでほしいと言います。モービアスが誰がそんな風に思うんだと聞くと、ロキはアイアンマン、キャプテンアメリカ、ハルク、ブラックウィドウ、ホークアイ、フィル・コールソン、サノス、ニック・フューリー、父親と兄、ミス・ミニッツ、あなただと言います。シーズン2の予告編はこれで終わっているようです。一つ気になるのが、ロキが別世界に移動した時に体に異変が起きるということです。別世界に移動した時に体に異変が起きるのは、先ほども話した通りスパイダーバースで起きています。このような現象に関してはスパイダーマンノーウェイホームやドクターストレンジ2、ソニーの映画などでも起きていないため、なぜ突然ロキにだけ起きたのかが気になるところです。次にアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアの予告編について見ていきたいと思います。こちらの予告編についてはサンディエゴコミコンのものとほとんど同じだったようですが、一部違った映像があったようです。どうやらその始まりはスコット・ラングがジミー・ウーと朝食をとっている場面から始まるようです。そこにはキャッシー・ラングもいて、何やら機械を持っていてスコット・ラングに見せています。その機械というのが量子世界に信号を送るためのもののようで、ジャネット・バンダイはそれを見て消しなさいと言っています。すると次の瞬間、周りにいた家族全員が量子世界に吸い込まれてしまいます。そして今回新たに分かったことは、アントマンはカングザ・コンカラーのために何か盗みを働かなくてはならないということです。カングザコンカラーは娘のキャシーラングを人質に取って、彼女を返して欲しければ何かを取ってこなければならないようです。わざわざアントマンの娘を人質に取るということは、何か量子世界に鍵があるはずです。アントマンと泥棒といえば、アベンジャーズエンドゲームでは時間泥棒という名のもとタイムトラベルをしているため、再びタイムトラベルが登場する可能性もあると思います。今回はロキシーズン2とアントマン&ザ・ワスプの予告編について見てきました。皆さんは今回の予告編、また物語はどうなっていくと思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。